琴浦町で今日行われたハウス二十世紀梨の初出荷式。果汁がたっぷり含まれ、爽やかな酸味と甘さが絶妙なバランスのこの梨。鳥取県内最大の生産地であるここ琴浦町では22戸の農家が栽培しています。今年は去年より10日ほど開花が遅れましたが、交配の時期には天候に恵まれ、例年並みの大きさで、気温が高かった分、甘みのある梨に仕上がったということです。今年もですね、大変美味しい、ハウスの二十世紀梨できましたんで、熱中症対策にしてもらったなと思いますので、カリウムもありますし、大丈夫じゃないかと思います。出荷式ではトラックの運転手に梨が手渡され、その後出荷先である京阪神や山陽、四国などに向け出発しました。 JA 鳥取中央によりますと、今年は去年より20トン少ない150トンのハウス二十世紀梨を出荷する予定で、販売目標額は1億3500万円を目指しているということです。